おはようございます。金丸つゆの、石田です。今日はですね、ガンダマと割引の違いですよね。はい。ガンダマと割引、今からちょっと説明しますけども、おもりなんですけども、よく結構質問されることなんですね。はい。なので早速したらですね、動画の方にアップしていきたいと思います。それでは行きましょう。ですね、これが、ガンダマっていうものなんですよね。はい。これをおもり、先ほど言いましたけども。ガンダマっておもりなんですよね。はい。で、こっち側の割引って、これももりなんですけども、大きな違いは形状ですよね。こういう、こういうふうに、パックマンみたいな格好してるのがガンダマですね。で、こういう感じの、お米粒みたいなやつね。お米粒みたいなやつが、割引ですね。はい。で、これはどういうふうに使うんですかという話ですけども、釣りをするときに沈めなくちゃなんないですかね。これだけだと浮いちゃいますからね。普通に浮いちゃいますんで、これ沈めなくちゃしょうがねえなという話ですよね。そのときに、こうガンダマとか割引使うんですけど、いろいろこう、付け方とですね、いろいろあるんですけど、今回そうですね、そういう、あんまり、細かいことは問わず、付けちゃいますけどもね。はい。こういう形で、糸にくっつけちゃうと。こういう感じですね。こういう感じですね。つけると。で、こちらも、これ割引ですけどね。こういう感じでつけると。こっちが簡単で、こっちが割引ですね。はい、こういう風になってまして、何が違いなんですかと、普通のこの、水の中の抵抗とか、そういうのもやっぱり、あったりはするんですけども、やっぱり一番の大きな違いは、こういう、浮きなんですけども、これは電気浮きっていうものなんですけども、後でこういうのもですね、ちょっと詳しく説明しますけども、これ適合重りって、ここですよね。一番注目してほしいのは、6B って書いてあるんですよね。6B、適合重りって。で、これは何なんですかっていう話ですけども、このガンダマの 6B ですね。これ一つを使ってくださいという目安なんですね。はい。なので、こういったガンダマ 6B とか、割引台とか、それで、この浮きの、ちょうど合う浮力っていうのが保たれてますということなので、で、それに合ったガンダマですね、選んでいただければと思います。はい。なので、ガンダマと割引には違いがあってという風な話でした。浮力ですね、こういった。浮きの適合重りに対しての浮力ですね。こちらが違いがあるので、こういった分け方があるということを今回動画の方にアップさせていただきました。